よ今、ねえ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 、もっと言えよみたいな書いてあることしか言えねえのよさあそれでは踊ってもらいましょう。法政大学よさこいソーランサークル法4年の皆さんです。どうぞ。会場にお集まりの皆様こんにちは。こんにちは。私たちは東京都千代田区よりやってまいりました法政大学よさこいソーランサークル法4年と申します。踊り子のみんな、会場を盛り上げる準備はいいか。精一杯踊らさせていただきますので、お手拍子並びにお心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。寒さ際立った波から始まった叫べ喜びも寂しさも思い出も。さあ22代目を始めようか。法要年2023月光叫べ。さあ前向き戻ったこの空で誰もが見惚れる白日と誰にも見られる内側に湧き起こるのは心の離れ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。よろしくお願いします。本命大学ハレオレン各界おらんし風神ライズ背中に背負う報道陣デコンソーの学生チーム前に祭りに恋をしてさらなる遥かな高みを見つめ手をかけられる報道陣リゾンマイ祭り最後の春に乾杯を公園祭りにて手繰り寄せれど広がっていく過去に繋ぎ目アップ、激しく心は燃える、体を揺らす準備はいいか。それではあなたも包容連、見ているあなたも包容連、さあさあ皆さん声高らかによっちょれ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 、ついていくだけだったただの子供が、おじいしかついてくれる仲間ができた。なりきれていない歯のけない背中に隠してくれた心にいたら感謝を。いつからか責任という言葉がついて回り、知らず知らずのうちに大人へとなっていった。どんなに雨が強くても四季を貫ける、そんな翼が欲しかった。気ままに飛べるそんな翼が、喝采も称賛もそんなものはいらない。今日も仮面をつけて前へと。求められるのは我慢と勇気、心に募るは怒りの衝動、たどり着くのは地獄か否か、行き着く場所はお前ら次第。何が偉くて何がダメなんてお前の立ちで何が見える。己のための輝きなんて日陰で落ちてもらうだけ、あの白日と笑えるように筋を貫け。全部22代目、その瞬間、よっしゃ行くぞ。
法政大学よさこいソーランサークル法要連の皆さんでした。ありがとうございました。ピッピピッピピッピ、はい、ありがとうございました。さあ続いてのチームを紹介しましょう。実践女子大学よさこいソーラン部ウェングの皆さんです。こんにちは、私たちは実践女子大学よさこいソーラン部ウィングです。今回演舞テーマは猫、猫のようにしなやかに美しく演舞いたしますとのことです。それでは行きましょう。実践女子大学よさこいソーラン部ウィングの皆さんです。